ッキンです。今回はナースの脳を狂わせるヤバい食べ物トップ3について話をしていきたいと思います。皆さん、脳を狂わせる食べ物があったら絶対食べたくないですよね。でも絶対皆さん一度は必ず食べちゃってます。っていうのも、看護師なんかしてたら軽く脳を狂わせておかないと普段の怒涛の業務なんてやり過ごせないよって食い気味強めに突っ込まれそうですが、まあだけどできるだけ脳を狂わせずに健康でありたいと思いませんか？そんな人はこの動画を最後まで見てチェックしていってください。じゃあその脳を蝕むやばい食べ物って何なのか発表すると、それはジャンクフードです。そして最後にはその中でも今回は群を抜いてやばい食べ物、いわゆるデブル食べ物トップ3を紹介するので、ぜひ最後まで見ていってください。じゃあまず、なぜジャンクフードがまずいのかっていうと、2001年にディーキン大学で60歳から64歳だった225人の男女に食習慣に関するアンケートと脳の MRI を実施して、4年間の経過を観察した後に MRI 検査をもう一度行い、前回の画像と比較するという研究が発表されました。アンケート結果で参加者を新鮮な野菜、サラダ、果物や魚などを摂取する健康型食事グループと、焼肉、ソーセージ、ハンバーグ、ステーキ、ポテトチップスや清涼飲料水を摂取する低用型食事グループに分類しました。この結果、健康型の人たちは平均的な食事パターンの人たちよりも左側の海馬の体積が平均 45.7 平方ミリメートルも大きく、後者の西洋型の人たちは 52.6 平方ミリメートルも小さくなっていたんです。この海馬っていう脳の器官は、脳の記憶や空間学習能力、抑うつなどの気分の調節する機能があるんです。新しい記憶はこの海馬の中で一度ファイルされて、その後大脳皮質に貯められていきます。つまり新しい記憶は海馬に、古い記憶は大脳皮質にファイルされているんです。で、海馬が働かなくなると新しいことが覚えられなくなります。つまり昔のことは覚えていても、新しいことはすぐに忘れてしまうんです。また大人でもニューロン新生といって、新しい神経細胞を作ることができる稀な脳の領域なんです。もうとにかくめちゃくちゃ重要な器官ということなんです。で、その結果、この海馬がジャンクフードでめっちゃ縮むということが分かったんですよ。これだけではなくて、他にもジャンクフードが注意力や情報処理能力を低下させてしまう研究や、加工食品の摂取が語彙や言葉の流暢さを低下させることが分かったり、子供たちも同様に血糖値を急上昇させる食事を摂取させた後、注意力や記憶力が低下させるという研究もあります。そして最後に、その中でも最もデブる食品は何なのかをシンガポール大学の研究で明らかになっています。早速その順位を発表すると、第3位が加工肉、第2位がフライドポテト、第1位がダントツにポテトチップスだったんですよね。もうこんなのを聞いていると、本当にジャンクフードを食べてた僕の海馬ってどんだけ縮んでんだろうって、もしかして病室から忘れ物を取りにナースステーションに戻った時に何を取りに来たのかを忘れちゃうのはこのジャンクフードのせいで不安になるくらいです。でも看護師ってどうしてもストレスを溜め込みやすい職場だったりするし、夜勤なんてのはみんなが夜寝る時間に睡眠を削りながら認知症の患者さんたちに僕のメンタルを試されるような、いろんな行為にひたすら耐えながら過ごすような過酷な勤務だったりするんですよね。こうなると夜勤明け家に帰ってハッと気づくと、ポテチを片手にコーラを飲んでいる自分に気づいちゃったりするんですよね。もうね、そうなると海馬がどんどん縮んじゃって縮んじゃって、誰よりも早く認知症発症しちゃうってことになりかねません。こうなると将来的には看護師の認知症患者がめちゃくちゃ増えちゃうなんてことにもなりかねないから、ぜひ今回のこの動画でやばい、めっちゃジャンク食べてるって思った人は帰ることをお勧めします。そして次回は、じゃあ夜勤のおやつに何を食べればいいのよってなっちゃうと思うんで、そんなあなたにとっておきのおすすめ夜勤おやつについての動画を出したいなと考えているので、次回の動画も見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。